listening. Damn. Yo, what's up, guys?ということで、エンジョイダンシングチビでチャンネル見ていただきありがとうございます。おはようございます。こんにちは。こんばんは。シンスのチビタでございます。ちょっと私事なんですけれども、風邪をひいてしまいまして、動画中にちょっと鼻をズルズルすすってしまうかもしれないのですが、ちょっとご容赦ください。今日から How to 動画ボリューム3ですね、いよいよ技編に入っていきます。今回はですね、ちょっと初心者の方にでも見ていただけるような内容になっているかなと思います。もちろんなんですけれども、前回のボリューム1、ボリューム2の動画ですね、見ていただいたら、かなり理解度もね上がってくるかなと思うので、ぜひぜひ見てみてください。上の iMac から、再生リストありますので、ぜひぜひ見てみてください。本日のメニューとしましては、ウィンドミルを解剖していく、はい、2つ目としましては、ウィンドミルの練習方法を、ご紹介します。3つ目としましては、今回ですね、僕ブレイクダンス14年やってるんですけれども、ウィンドミルに関してはかなり一番最初に練習した技なので、初めての時の感覚ってどんなんだったかなと思いまして、あえて今までほぼほぼやったことがない逆手、右チェア、僕右チェアなんですけれども、逆手の左チェアでちょっと練習してみてですね、その動画に対して、自分から自分へちょっとアドバイスできることをどんどんやっていこうかなと思います。なので、まだまだウィンドミルちょっとできる気がしないなっていう人も、ちょっと僕のできない動画を一緒に見てもらうと、あ、これちょっとなんか今の自分のちょっと欲しい情報が入ってるっていうのがあるかもしれないので、ぜひぜひ見てみてください。はい、では動画にて説明していきましょう。ウィンドミルなんですけれども、これもちょっと大きく分けて3つの動作に分けれるかなと思います。まずは崩しですね。チェアの状態から、肘を折り曲げていって、背中の方に、体を倒していくっていう動作ですね。これがまず第一段階の崩しですね。第二段階としましては、バックスピンですね。この背中でついて回る状態のことをバックスピンというんですけれども、本来技としてのバックスピンっていう意味よりも、背中を突くっていう、意味合いの方がちょっと強いかなと思います。はい。で、三つ目は、返しですね。ここがかなり一番の難題になってくるんじゃないかなと思います。まずは崩しの注意点をですね、説明していきたいと思います。まずですね、最初の足を振る感覚をしっかり意識してほしいです。ここに関しては、後で説明するんですけれども、チェアで足を振る練習がかなり有効になってくるかなと思います。あとですね、体を流す。意識としては頭を回転方向、後転の動作ですね。以前の動画で説明したんですけど、後転の動作を意識して、お尻を中心に頭が円を描くように、流していきましょう。次はですね、僕で言う、左足ですね。僕で言う左足を真横に蹴るイメージですね。あくまでイメージです。なんでかっていうと、僕の左足が上に行ってしまうと、これかなり軸の部分ですね、がブレていってしまうんですね。なので、しっかり回転方向を意識して、横方向に足を振るイメージを持ってみてください。次はですね、バックスピンの状態なんですけれども、この時の状態で特に初期段階で意識してほしいのは、腰が落ちないようにしてほしいんですね。腰が落ちないようにすることで、より肩、頭の方に重心が寄っていくので、返しの時にですね、スペースができやすいっていう、メリットがあります。なので、しっかり崩して背中まで来たら、しっかり腰を上げた状態をキープするっていうのを意識してみてください。3つ目ですね、返しの特徴なんですけれども、返しの際ですね、これも、前回動画説明した通り、ウィンドミルの
体の動かし的にはねじり型なので、下半身の振りを追い越さないといけないんですね。追い越すために下半身をキープしたまま、この返しの瞬間ですね、しっかり反対側の肩に乗っける、自分のチェアじゃない方の肩に乗っけて上半身を勢いよく返していくっていう形ですね。で、最初のチェアの状態に戻って、そこからまた崩すっていう形になりますね。この時もその後転の動作を意識して、しっかり頭が流せるようであれば流すっていう意識を持ってみてください。では次、練習方法に行ってみましょう。まずは崩しの練習ですね。まず手の練習だけでいいので、肘側を内側に入れる練習ですね。特に床とか壁でも全然大丈夫です。暇な時にちょっとやってみましょう。この時ですね、しっかり頭も流すイメージをつけるとよりいいと思います。チェアで足を振る練習なんですけれども、以前の動画で A トラは、深くチェアを刺して、飛ばすっていう形だったんですけれども、ウィンドミルに関しては背中の方までチェアが行ってしまうと崩れないんですね。崩すことがすごく難しくなるので、イメージ的には、僕で言う左足ですね、左足が体の側面のラインを超える前にもう崩すイメージを持ちましょう。そうすることでよりスムーズに崩せると思います。次ですね、バックスピンの練習なんですけれども、バックスピンの時にですね、この腰が落ちないように、グッと体幹で耐えながら足を回していくイメージで回ってみましょう。はい。で、返しの一歩手前のところまで行くと、僕で言う左肩ですね。僕で言う左肩にしっかり体重を乗っける。しっかり体重を乗っける意識を持ちましょう。これもなんですけれども、軸を意識して、頭が後転をしっかり続けながら回っていけるようにっていうのを意識しましょう。最初の方だとですね、軸が、ブレてしまって、腰が異様な位置に上がってしまったりとかっていうのがあるので、そこもしっかり意識しながら回転していってみましょう。はい、次は返しの練習ですね。まずはですね、床に寝転んでいただいて、そのまま足をついてでいいので、横にそのまま転がって返しの感覚をつかむ練習をしてみましょう。これは難易度的にはそんなに高くはないので、これでしっかり返す感覚、時点の感覚ですね、を身につけるっていうのを意識してやってみましょう。次のステップはですね、今さっきのバックスピンの形を保持する状態に持っていきましょう。その状態から、チェアの形に戻るっていう練習をしてみましょう。この時にですね、先ほど言った左肩、僕は右へチェアなので左肩に乗せる意識を持つっていうのがすごく重要です。反対側の左チェアの人は右肩にしっかり重心を乗せるイメージで練習してみましょう。ここから、流れに乗ってウィンドミルから2周目の崩しっていう練習をしていってもらうと、かなり感覚的にはつかみやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひ練習してみてください。では次はですね、自分のできてない動画ですね、ウィンドミルができてない方向で、練習をしてみた動画について、どんどん自分でアドバイスを出していこうと思います。そうですね、まず崩しが滑らかでないですね。この崩しをしっかり練習することで、より体の力が生み出せるかなと思います。そうですね、この右足がしっかり横に触れてないですね。真上に上がってしまっているので、この分軸がちょっとおかしな方向に向かっていってしまってますね。あとはですね、右肩に、乗り切っていないので、返しをするときにですね、しっかり重心が保ててないんですね。なのでお尻が落ちてしまって、この時返しきれていないっていう状況になっているかなと思います。そうですね、この LA での反対の肩に乗っける練習ですね、がかなり有効かなと思います。
この時に頭が全然回ってないのがわかるかなと思いますね。はい、これは奇跡的に一周抜けた動画になるんですけれども、無理やりちょっと崩してチェアを無理やり入れて体を返してますね。ただこれに関してはもう上半身がしっかりもう下半身を超えて返っているので、なんとか2周目につながったっていう形になるかなと思います。ということで、ハウトブレイターボリューム3ウィンドミル編ですね、どうだったでしょうか。これからですねウィンドミル編のいろんなパターンをやっていこうと思います。今回はですね初心者の方のまあ言ったら初めの練習法っていう形だったんですけれども、次回から例えばノーハンドだったりとか、どういう風にスピードを上げていくだったりとか、あとはどういう風につなげていくっていうところもですね、どんどんシリーズ化してやっていこうと思うので、ぜひぜひ参考にしてみてくださいね。で、今はこうやってウィンドミルまだできないんだけどっていう人も、これからちょっとステップアップしていって、次の動画っていう風にですねレベルアップしていただけるような、構成をちょっと考えているので、ぜひお楽しみください。そうですね、パワームーブに関してはちょっとなかなか成長しないなとかっていう時もあるんですけれども、できた時の喜びが半端ないので、ぜひぜひね、頑張って練習してみてください。ということで、今ですねこんな感じで、僕の逆軸バージョンですねの動画を見て、アドバイスしたみたいにオンラインスカイプレッスンもやってるので、ぜひぜひ興味がある方は、ね、ご連絡ください。 Twitter、Instagram、Facebook ページですねの方からコンタクト取っていただければ、対応させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。今回の動画もですね、皆さんの少しも何かダンスを楽しむ手助けになれれば幸いです。ではですね、また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。では、ぜひ楽しんでくださいね。ピース。